対外治安総局は、フランスの情報機関。本部は、パリ20区、モルティエ大通り141番にある。対外治安総局の任務は、フランスの安全に関係する情報の収集及び、分析、国外でのフランスに対する破壊活動の摘発及び、予防、国家利益のための機密作戦の実施などである。国防省の参加組織だが、文民と軍人の比率は2対1と、 文民が多数であり、人員は7000人である。第二次世界大戦中の1942年に亡命政府自由フランスに創設された情報、行動中央局を前身とする。ブクラは1943年11月からアルジェリアで活動し、特殊戦力総局に解消された。1944年11月6日に、 レジスタンス運動の長方網が DGSS に統合され、研究、調査局に解消された。1946年に自由フランス軍第5局と合同、首相に直属する防衛用、外国資料局が編成された。この機関は第一次インドシナ戦争では、インドシナラオスベトナム領内での特殊作戦に積極的に参加した。 1954年から1962年に、渡って続いたアルジェリア戦争で、イスラム圏の情報分析能力を上げる。1962年にドゴールは、スディスを国防省の配下に再び置き、その任務を軍事問題に限定した。1982年4月4日に、社会党政権による改革で、スディスを現在の対外治安総局に解消した。 1985年にフランスによるムルロア干渉核実験に抗議するためにオークランド気候中のグリーンピースホブネワクチン事件が引き起こされた。フランス軍鹿2名が逮捕されニュージーランド政府によりフランス対外治安総局によるテロ事件と断定されて国際問題となった。2013年1月11日にソマリア南部の都市ブロマレルで アルシャハブに拘束されている工作員の救出作戦を実施したが、救出は失敗して兵士が1名死亡している。2018年5月26日に元徴報員2人と配偶者1人が中華人民共和国に機密情報を譲り渡した容疑が深まり、二重スパイとして拘束されていることが報道された。ABC フランスのテロリズム対策、高山直也。 外国の立法を228万2006年5月、慣例的に、セデス、または、エスデックと発音する。ソマリア、フッツ、過激派からの工作員奪還に失敗。毎日新聞、h t t p 毎日 j p セレクト、ニュース、2013万 113k000、メートル03006500。 CHTML2013 年1月13日、閲覧。フランスの元情報部員2人、中国への機密情報提供で拘束。AFP2018 年5月27日閲覧。ありがとうございます。